ドライバーのボールが捕まらないという方ね、この左肘の使い方、ここを説明していかないといけないですね。まあフィニッシュのスタイルでこの肘が抜けちゃう方というのが、まあ、捕まらない、ヘッドスピードが出ない、このスピードを出すためにこの肘の使い方、ここを覚えなきゃいけないですね。そうするとここで加速が生まれるということです。肘が抜けないでローテーション、ここですね、肘のローテーションができるかどうか。まずはですね、前傾の角度をキープした上での腕の振り、肘のローテーションがとても重要になります。このような前傾のキープですね。ですからこのようにまず前傾の姿勢をとって、肩から肘をこうやって上に上げてね、肘が肩より上に上がって、そこからこういうふうに回転させる練習をしてください。このような、ここからローテーションで、肘がこれ以上動かないのが分かります。これ以上回りませんから、このローテーション、ここですね、ここまで回ったこの肘を突端をね、肘の突端をここを支点にして回転、そうするとここがフィニッシュのスタイル、ということが理解できます。この肘の位置、これ以上回りませんからね、この位置ですよ。この可動域も非常に重要なので、このようなストレッチトレーニングをして可動域を増やす、そのような練習をしていくと、よりヘッドスピードが出ます。ここですね。そうするとこの肘のポジションに L 字になるということですね。まあ、この L 字のポジションをイメージして、ヘッドスピードを上げる肘のローテーション、ここのローテーションですね、こういう収まり、この肘の収まりを意識してですね、スイングすれば捕まるボールが打てると思うのでやってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。